牛の王子ゆうちゃんです。月収100万整体師のコミュニケーションの法則20、今日はですね、法則その8のお話です。今日の話はですね、コミュニケーションにおいて大事なこと、何だったっけな、ちょっと待ってくださいね。内容をね、きちんと記録するということです。内容をきちんと記録する、患者さんとの対応ですね、するときに、ただ接待をやって、口頭だけのやり取りではなくて、しっかり問診票カルテっていうのを作ってね、自分が分かりやすいカルテでいいんですけれども、カルテを作って、それをできたら複写式にして、写る、下に写る紙にしてですね、カーボン紙、ノーカーボン紙とかありますけれども、複写用紙にして、でその記録したやつを患者さんにも渡す。そしてこっちにもその紙が、記録した紙が残っているっていう状態にすることです。毎回毎回そうすることで何がいいかというと、まず、そうやってきちんと書いて記入しながら、あ、この先生ちゃんと話聞いてくれてるな、でしっかりこうやって記録してちゃんとしてるなっていうのがね、思ってもらえます。でもう一つのポイントは、帰ってから宿題とかね、やるべきことをしっかりアドバイスとかポイントも書いてあげるわけですね。でそれを書いてあげることで、患者さんは帰ってからそれを見てしっかり復習ができます。何をやるべきか忘れませんよね。しかも、帰ったら皆さん家族がいるわけであって、その何してきたん今日って言ったら、こんなんしてきてんって言って、今こんな感じでな、歪みこうあるみたいやね、そういう話話題になったり、今ここがこう歪みやすいんかとかね、こういう癖があるんかとかね、自分はこういう時に痛みが出るんやとかね、そういう体に対する意識、健康に対する意識っていうのがね、非常に高まりますから、ぜひね、そういうカルテ、問診票っていうのを作って、それをね、しっかり内容を、毎回やった内容を記録しながら、進めるようにしてください。そういうものがあることでね、こちらも向こうも、そういうのをしていないと忘れちゃいます。最初どんな症状やったか忘れちゃいます。で例えば10回ぐらい施術があって、まだ10回目で先生まだここが痛いんですって言った時に、そういう記録をしてなければそうですかになってしまいますけれども、記録をしているとどうなるかって言いますと、その1枚目ねの紙、1回目の紙見返したときに、いや、まるまるさん、こことこことここがこう痛かったんですけど、今ここの痛みありますかって聞いてみたら、それはもうないです。もうここだけです。じゃあ、9も取れてるじゃないですかということになりますから、そういうふうに、もうこんだけ改善したっていうのもね、伝えられるし、相手に、患者さんに分かってもらえるっていう点で、非常にね、有効なツールになりますから、ぜひそれを、問診票カルテっていうのを作って、自分にとっても相手にとっても分かりやすいものを作って、ぜひね、役立ててください。実際どんな、問診票カルテがいいのか、まあテンプレートがありますから、そういうの知りたい方は、ぜひあのメールで、くださいというふうに、メールしてきて、連絡してきてください。では今日の話は以上になります。次回は月収100万整体師のコミュニケーションの法則20、法則その9ですね、をお届けします。バイバイ。